サーヴァント、セイバー、乱領王、召喚に応じました。仮面をつけての参上、まこと無礼と思いでしょうが、ヒラにご容赦を。どうやら出立の時です。参りましょう。主従、私は忠実にお仕えします。我が主、どうか胸を張って我が奉仕をお受けください。私はそれで満ち足りるのです。むマスター、あの二振りの槍を持っている方は一体？いえ、時代も国も違えど、なぜか無性に気が合うような。万夫不倒、国士無双の大英雄。なるほど、道理で強靭だったわけです。ロボとは？この方があの天下に名高き豪傑、光雨殿ですか？おいっ子と言い張るのは少々無理があるのでは。好きなことですか？馬の世話でしょうか？セイバーとして召喚されながら馬を持てたのは実に幸福ですね。嫌いなことですか？疑われることですね。この話題はやめましょう。際限なく暗くなります。聖杯、美醜の基準が存在しない世界などいかがでしょうか？無論これは傲慢なのでしょう。しかし仮面をつけねば出歩けぬのはいささか辛いものですよ。どうやら出立の時です。参りましょう。主従、私は忠実にお仕えします。我が主、どうか胸を張って我が奉仕をお受けください。私はそれで満ち足りるのです。むマスター、あの二振りの槍を持っている方は一体？いえ、時代も国も違えど、なぜか無性に気が合うような。万夫不倒、国士無双の大英雄。なるほど、道理で強靭だったわけです。ロボとは？この方があの天下に名高き豪傑、光雨殿ですか？おいっ子と言い張るのは少々無理があるのでは。好きなことですか？馬の世話でしょうか？セイバーとして召喚されながら馬を持てたのは実に幸福ですね。嫌いなことですか？疑われることですね。この話題はやめましょう。際限なく暗くなります。聖杯、美醜の基準が存在しない世界などいかがでしょうか？無論これは傲慢なのでしょう。しかし仮面をつけねば出歩けぬのはいささか辛いものですよ。いかがしましたマスター？仮面はないと落ち着かないものです。人の視線はぶしつけですから。マスター、よければ遠乗りなどいかがですか？気分も晴れますとも。あなたと共にいるためにはやはり仮面が必要なようです。あまたのサーヴァントが妬まないとも限らないでしょう。マスター、こうしてマスターと顔を突き合わせるだけで不思議と私は幸福に包まれます。我が忠義と愛、どうか間近でご覧あれ。いかがしましたマスター？仮面はないと落ち着かないものです。人の視線はぶしつけですから。マスター、よければ遠乗りなどいかがですか？気分も晴れますとも。あなたと共にいるためにはやはり仮面が必要なようです。
あまたのサーヴァントが妬まないとも限らないでしょう。マスター、こうしてマスターと顔を突き合わせるだけで、不思議と私は幸福に包まれます。我が忠義と愛、どうか間近でご覧あれ。マスター、あなたの手向けてくれた愛情に、恩情に、母情に、私はどれだけ返礼できているでしょう。あなたのためならば、火も水も毒すらも障害にはなりませぬ。なるほど、これが霊気の向上。心が湧き立ちますね。ありがとうございます。ますますの奉仕をお約束いたします。な、よろしいのですか？仮面がないと落ち着かないのですが。いえ、ここまで与えてくれた力に報いるためならば当然ですが。あなたと共にあるならば、この乱領を、すべての虚飾を捨てましょう。ありがとうございます、マスター。どうやら性能が向上したようです。サーヴァントとは、便利なものですな。我が仮面にかけて、行くぞ！乱領王、ここにあり！撃てると思うなら前へ出よ！行きます。いかがでしょうか？どうどう。よしよし。はっ！受けます。行きましょう。我が封印、これより解きます。はいや！せい！とう！
好奇心は猫を殺す。我が顔をそれほど望むか。ならば見せよう、呪われし顔を。儚く散るまで歌い続けるために。道を開けよ、出陣である。この仮面を脱ぎ、乱領王の証明とする。ふん、退け魔将ども。こうして討ち死にするとは、なんと幸福な。ここまでか。だが後悔はない。我が主、いかがでしたか。さあ勝ち時をあげよ。はっ、受けます。行きましょう。はいや、せい、とう。好奇心は猫を殺す。受けます。行きましょう。受けます。はいや、せい、とう。好奇心は猫を殺す。行きましょう。受けます。はっ、せい、ファイヤー。好奇心は猫を殺す。どうぞ。よしよし。行きます。いかがでしょうか。我が封印、これより解きます。受けます。行きましょう。我が顔をそれほど望むか。ならば見せよう、呪われし顔を。儚く散るまで歌い続けるために。道を開けよ、出陣である。この仮面を脱ぎ、乱領王の証明とする。ふっ、退け魔将ども。好奇心は猫を殺す。我が主、いかがでしたか。さあ勝ち時をあげよう。